江戸銀の水山内でございます。このように赤壁でこのようないかにも遊びの場所という感じでございますね。はい、それでは今ですね、生けすのアジをあげてもらってるんですけど、なかなか生けすのアジです。もう一匹ですね、なかなか捕まらないようですよ。もう一匹、先ほどまで泳いでくださっておりましたアジさんでございますよ。お目目がまだ、まだ生きておりますこれね。背骨がこう、まだ神経が通ってるんですよ。で、これ美味しいですよ。これいただくことにいたします。はい、命を慈しんでいただくことにいたします。はい、それではおつまみ、赤貝の紐が出てまいりました。これも、ございますよ。はい、それでは頂戴いたします。先ほどいただきましたアジ、これをですね、唐揚げにしてですね揚げていただいておりますね。美味しいですよ。はい、そしてゲソが出ました。ゲソをですね軽く炙って、そして甘いタレをかけていただいております。こういう、寿司のゲソの食べ方もですね、築地独特の楽しみでございますよ。最後に出ました、梅しそきゅうり、そしてメネギを一緒に巻いた、それを素で巻いてあります。これが、キッシーがいつも望んで食べる最後のお寿司、ジャパニーズベジタリアンロールとこう名付けております。これでさっぱりといただいて今日は築地をバイバイです。はい、今日はですね昨日から、東京に来て、皆さん出世にご承知の通り、熊野二百王子神社の宮司さん伊藤浩一さんです。今日はご褒美という、昨日から仕事してるご褒美としてこちらの築地の寿司屋さんに、奥の院という場所です。昔は江戸銀さんがやってたんですけど、そこを寿司三昧さんが経営を移されまして、ここでやって、そこの、カウンターに座って食べております。宮司さん、ますます頑張りたいですね。そうですね、本当にね、最終はね、どの人もそうですけど、私だけじゃなくて皆さん好きなことをやってね、好きに笑ってね、はい、楽しくご飯食べてと、ね、いうところになりたいんですが、そのためにやっぱ締めるとこ締めなあかんと、はいはい、頑張って仕事せなあかんなというふうに思っておりますね。はい、で来年の6月9日の万博の出展、それをなんとか、スポンサーも様々に、頑張っていただいて ついていただくというような方向で一緒に頑張ってまいりたいと思いますね。はい、はい、頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。京都の語り部、世界を旅する YouTuber キッシーが今日は東京の築地の水壇内で、お寿司をいただきました。このように、素晴らしい京都、日本を世界にマーケティングをする、これを、会社のスローガンといたしまして頑張っております。東京も、京都もよろしき日本を世界へという、この一つになってですね、そして来年の関西大阪万博でも一層頑張っていきたいと思っております。
今日はごちそうさまでございます。最後にこの、さっきの梅そばにいただきまして終わりでございます。おいしいです。